アイ鉄道、アイ鉄道株式会社、アイ鉄道は、福島県アイズ若松市に本社を置く、旧日本国有鉄道、国鉄アイ線を引き継ぐ目的で設立された第三セクター方式の鉄道会社である。AT-300 型に変わり、二千九年に、新潟トランシスで申請されたトロッコ車両、東方式単独での運転は行われないため、運転台は、 アイズ・タジマのみとされ、形式の順位が5であるが、トイレもない。客席窓は取り外し式。車体外装は、一般公募で選ばれた、足のノ・温泉駅名誉駅長の猫、バスを描いたデザインになっている。2010年2月6日、営業運転開始。車番351の一両が在籍する。2003年4月26日営業運転開始。 日本、宝くじ協会寄贈の宝くじ号である、東日本旅客鉄道、JR 東日本の木ハ4511を譲り受けし、新潟トランシスで展望車に改造の上導入された、公募による風乱持ち、風乱暴の愛称を持つ、両運転台車でトイレ付き、車番401の一両の未在籍、小座ト展望列車、 編成としての相性。列車の相性は、アイズロマン号として、トロッコ車 AT-351。2009年までは AT-301 と共に使用される。2016年までトロッコ車と共に編成を組んでいた、お座敷車 AT-103 の運用終了に伴い、一部、お座敷化改造が施された。 2004年3月25日営業運転開始。AT-100.150200 系の老朽取り替え用として製造された新潟トランシス。生の軽快機動車で、AT-500 型はトイレなし、AT-550 型はトイレ付けである。全長は18.5メートルと大型化され、カミンズ製350馬力エンジンと、日立2個トランスミッション製。 変速1段、直結3段の自動変速機を、それぞれ1機ずつ搭載する。AT-500 型は、車番501.502の2両、AT-550 型は、車番551.552の2両が在籍する。AT-501.551 は、当初、野口秀代の顔とその、母親しかの手紙の全文が描かれた、ふるさと列車であったが、 2011年3月に、車体側面中央に、合図のマスコットキャラクター、赤部、絵が描かれた塗装に変更された。その後2013年放送の NHK 大河ドラマ、八重の桜のラッピングをして運行されている。AT-502.55 には野口親子の、肖像があしらわれた、新鮮ジェ発行記念のラッピング車両であったが、2014年から、 アイズデスティネーションキャンペーンの関連企画として、一般公募によるラッピングを施し、花咲くアイズ号として運転している。ふるさと列車は、当初、客席と乗降ドアの窓にまで絵と文字が貼られていたが、後に、それらは取り除かれた。AT-500 型にはトイレがないため基本的には、AT-550 型や AT-650。 型と連結して走るが、一両編成や AT-500 系同士を連結した編成での運転もあるなど、列車によっては、トイレなしとなる。2005年12月20日営業運転開始。AT-100.150 系の、老朽取り替え用として製造された新潟トランシス。生の警戒機動車で、AT-600 型は、トイレなし、AT-650 型は、 トイレ付けである。野岸鉄道、東武鉄道乗り入れたようで、車体は AT-500 型を基本とするが、最高速度が時速 5km 上がって、時速 100km となったほか、座席が転換クロスシートとなった。AT-600 型にはトイレがないため、AT-650 型と編成を組んで走る。野岸鉄道、 東武鉄道への乗り入れは2006年3月18日から開始され AT-650 型とともに合図オゼエクスプレス号の愛称が大やけにより与えられた AT-600 型はシャバン601の1両 AT-650 型はシャバン651.652の2両が在籍する AT-652 は宝くじ号で AT-601.651 とは異なり、窓側に折りたたみ式テーブルが設置されているほ、蛍光灯カバーや壁灯が設置されている。北方まで乗り入れる AT-700、AT-750 系の導入に先立ち、修熟運転用として JR 東日本へ貸し出された。キハ8500系機動車に代わって、 快速列車に運用するために製造された新潟トランシス製の警戒機動車で AT-700 型はトイレなし AT-750 型はトイレ付けである2010年3月26日入籍 AT-750 型は2010年5月30日から営業運転開始 AT-700 型は保安装備の取り付け時期の関係で営業運転開始は 同年6月からとなった。JR 合津若松土曜休日は万越西線北方東武鉄道絹川温泉東武日光館を運行する快速列車合津マウントエクスプレスを中心に運用されている。塗装は合津地方をイメージした赤で車体には赤部絵が描かれている。車体や走行性能は AT-600 型と大きく変わらないが、室内は仙台のキハ8500系や、乗り継ぎ相手の東部スペーシアとの共通を持たせるため、回転式、リクライニングシート、木目調の壁、電球色の半間接照明などを備える。合図鉄道が保有する唯一の電車であり、1編成2両が東部鉄道南栗橋車両管区新栃木、出張所に配置されている。 東武鉄道6050系及び野岸鉄道6050系100番台と同系の車両で3車で共通運用されている。開業時に導入された新潟鉄工所製の16メートル急憩回議機動車 NDC 全構成で車体長15800ミリメートル、車体幅2700ミリメートル着雪防止のため車体前面はやや傾斜している。車内は セミクロスシートとなっており、AT-100 型はトイレがなし、AT-150 はトイレ付けである。AT-101 から105、AT-151 から155の重量が在籍していたが、AT-152 が2001年12月、2003年3月に AT-104。 AT-155 が AT-500.550 型に置き換えられて廃車され、残りの車両も、お座敷改造された AT-103 以外は AT、AT-650.650 型に置き換えられて2006年3月7日までに運用を終了した。2000年にお座敷車として改造された AT-103 の一両のみが、トロッコ車。 AT-3512009 年までは AT-301 展望車 AT-401 と共ともに小里トロ展望列車編成としての相性列車の相性は合津ロマン号として2016年まで使用されていたが同年6月に運用を終え合津田島駅で生態保存される a t 系車には 開業時から2004年まで使用されていた AT-100.150 型と同型の2両固定のイベント車。座席はクロスシート。変運転台で前面は機関通。202にはトイレを装備する。2両が在籍していたが全車老朽化が進行していたため、キハ8500系への置き換えにより2004年に運用を終了した。 1999年4月29日、営業運転開始。日本、宝くじ協会寄贈の宝くじ号である、JR 東日本のキュハ3018を譲り受けし、新潟鉄工所で、トロッコ車両に、改造の上導入された、AT-103、小座式車401、展望車と3両で、小座トロ展望列車風乱持ちとして、 週末や夏休み期間中に運行され、トンネル内走行中は、車内の天井がプラネタリウムとなっていた。車番301の一両のみが在籍したが、AT-351 への置き換えにより2009年11月20日で運用を終了した。廃車後は、足の木温泉駅にて生体保存されており、車内も見学できる。特急、アルプスの廃止により、 余剰となった、キハ8500系を、合津鉄道が、名古屋鉄道、名鉄から購入、2002年3月23日に、営業運転を開始した。先頭車のみ4両、車番8501から8504在籍。中間車の1両、8555は、2007年3月31日付で廃車。車両形式名は、 名鉄時代を踏襲したため AT はつかない。合図マウントエクスプレスの車両相性が与えられ、快速、合図マウントエクスプレスを中心に運用されていたが、前日の AT-700.750 型への置き換えにより2010年5月30日で運用を終了た。同12月に合図鉄道公式サイト上において売却先募集が行われ、 落札購入した名古屋市在住の男性の意向により、福島県藍津若松市の観光施設、安らぎの号藍津村にて8502と8503が一般公されていたが、2015年の8月から9月までに、この2両が、マレーシアのサバ州立鉄道に譲渡された。大人普通旅客運賃、小2半額、10円未満切り上げ。2014年4月1日改定。 大人特急料金、小2半額、10円未満切り上げ2017年4月21日より運転を開始した東武線直通の特急リバティ合図に適用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。